シオンが炎と瓦礫に沈むまであとわずかだ。私とボスに聞かせな。恐怖に染まった豚みたいな鳴き声よね。余計なのせてきた。諦めな。結末は変えられないよ。早くない？負けられない。まとめていくわ。電気解放。はい、大逃してる。いけ。翼よ、翼よ、導け、導け。ライトオブ。アスカリア。頼みます、じいさん。頼みます。ラコは早めに散らしときたいっすよね。全力でいきましょう。手加減無用だ。ヨーラ狙いでいくか。とりあえずカップスが集まってくるっしょ。入るのか。ミオーラ中心に仕掛けとくかな。これで多めの。呪いぜ。クライア。この状態解除したいな。バンが受けてる分にはそんなでもねえな。やれることもねえんだよな。あ、ちょっと回復してあげるか。受けっぱなしなんでね。お、ナイス。悪いな。行くぜ。コインバレット。なんて嘘つけられたな。あ、いや、あ、撃つの間違えた。いっか。どうしません。なんか撃ってきた。イコロス、メフィストスティンガー。あ、え、力が湧いてきた。大したことねえの。エレイン任せた。結構して入れてる割には
殴ってきますね。楽しませてみせな。せいちゃん、よいしょ、早いな。ざけんじゃないよ。こんなのはどうだ。任せたぜ。フィー、これで決める。アクセル、アンス、スバイ、いいとこ持ってかれんだよね。羽ばたけ、アズールクリオ、エレン、任せた。セリちゃん、全力でドライブ開始だよ。ドライブ開始。セリちゃん、アイス、アニエスさん、また見たでしょうかな。行きます。炎よ、私に力を。やー、とどめです。イグニス、ランペース、おちゅ、刺激の虫です。打ち分けだ。まんまいたい。電気解放、いいな。いいやっぱか。やりました。成長しました。もっと強く。これで終わりだ。おとなしく。甘ったれてんじゃないよ。このまま避けた。な、バン、バンさん、大丈夫ですか。ああ、急所は外した。このくらいはかすり傷だろ。なわけあるか。毎度毎度無茶してんじゃねえ。すぐに治療しないと。応急処置に入ります。私もサポートするわ。なんでだい。殺せる間合いだったはずだ。なのにどうしてそこまで。決着はついたんだ。とっとと殺しな。そんな筋の通らねえ依頼を受けてやる義理はねえな。あれだけのことをやったアルマータの幹部、関係のねえ人間まで大勢巻き込んでいる。そこまでのトガを人思いにチャラにしてやるのは裏解決屋の流儀には反するんだな。お前さんには同情はできそうにない。だが歪んじまった経緯を考えると、他に頼れるもんがなかったのも確かだろう。そして本来裏解決屋ってのはそんな連中のためにある仕事でな。やらかしてきたことを考えると、極刑を食らっても文句は言えねえはずだ。だがもし生き延びてジェラールみたいな野郎にすがるくらいなら、 4SPG を出すのを勧めるぜ。引き受けるかは報酬と筋が通るか次第だがな。バンさん。
が裏解決屋だ。そんな甘っちょろい裏稼業があってたまるか。なんでこんな奴らに。目に光が戻った感じがするな。敵討ちって意味じゃ塗り息もするが。はい、ですが落としどころだと思います。上層担当者ヴィオーラ脱落、領域クリア、第一フェーズ終了。おお、お疲れ様だ。起爆装置がまさかまさかの結末だね。上層担当者ヴィオーラを破ったのはチームアークライド解決事務所。タイムリミットまで10分以上残して無事に第1フェーズをクリアだ。いやー、きっと君たちだと思ってたよ。さすがは僕らを何度も邪魔しただけはあるな。それにしても敵に情けをかけられて無様に生きながらえるとはね。ちなみにボスは忙しくて見てもいなかったよ。彼女にとってはラッキーってところかな。こいつどこまで。怒るだけ無駄だよ。人として壊れてるんだから。クリアしたんだからもっと嬉しそうにすればいいのに。記念すべき初回だからご褒美だって用意してるのにさ。ご褒美。そう、何でも一つだけ質問に答えてあげようと思ってね。知りたいことはいくらでもあるだろう。ちなみにこの通信は今全チームに中継しているからそのつもりでね。だったら一つちょうど聞きたかったことがある。どうしてこのオラシオンをゲームの舞台に選んだ。ああ、そんなことでいいのかい。その地下以降の存在がちょうど今回のゲームに適していたのと、以前から世話になっている人たちがいるとだけ言っておこうかな。さて、第2フェーズの開始時刻は明日の午前10時になる。今残ってる全チームに参加資格があるから準備だけを進めておくことをおすすめするよ。それじゃアデュー。こうして波乱続きのゲームの初日は幕を閉じた。バンたちは一旦協力者と別れて地上に戻ることになり、ヴィオーラの身柄についてはバンの判断に委ねられるのだった。無力化したとはいえ、アルマーダの幹部。ゲームが終わるまで拘束する必要があるだろう。だが俺たちじゃ無理だ。できればツタを頼りたいところだが。ギリュードに渡しちゃうと、なんか、普通に処罰されそう。生かした方がいいっていう可能性考えたら兵友の方がいいのかな。バン、私たちが信用できないというな。いや、そういう意味じゃねえ。だがギルドも今は人員不足だろう。現地警察とも連携が取りづらいだろうし、この状況下なら落としどころと思ったな。それは正直納得はできないけど、地上の対応もあることを考えると確かに落としどころかもしれんな。ただしこの件が終わったら首都警察に引き渡すよう交渉は頼めるか。ああ、その部屋任せてくれ。その後兵友にヴィオーラの身柄を引き渡してから宿に戻り、あまりにいろいろとありすぎた反動からか早々に泥のように眠ることになるとなった。当日0時20分。
やっぱり間違いない。調べたミラの流れとも一致する。だったら私のやるべきことは。エリー、何一人で動いてんだ。コラション主金庫某所地下。これハーキリス？だろ。地点 D に到着。このまま予定通りオラション市地下遺構に侵入する。ああ。何が起きているのかわからんが、到着次第市内に参回せよ。了解。我らベータ中隊の名にかけて。あれ、それまずいんじゃない？なんだ、この感覚は。動けない。よう、招かれざる客ども。勝手に入ってきたから音がめなしって感じ。誰だ、甲冑。はは、賑やかなこった。だがゲームには招待してねえぜ。それなりの連度みてえだが、ちったら楽しませてくれよ。皆殺しだなこりゃ。の感覚って、ああ、暴殺野郎が現れた時の。ルネカ、どうした？まずいことになった。今しがた、省内である事実が判明した。ハーキリーズベータ中隊が先ほど独断専行で市外からの潜入を敢行したらしい。待て、そっちの雇ってる連中からお前らも状況わかってるだろうが。外部からの新勢力は介入できない。そのルールを破っちまったら。分かっている。当然 CID でも分析室内だけで、観光令でいいのかな、教えていた。何光令ってのも分かんないけど。だが前にも言ったが、今の CID の体制は一枚岩じゃない。オラシアの状況を不審に抱いた軍寄りの局が独断で送り込んだようだ。愚かな真似を。だがあり得る話ではあるのか。ええ、それが本当ならルールの判定外になるかもしれませんが、とりあえず何としても止めさせろ。連中がどんな判断をするかわからねえ。すでに通信が遮断された状況だ。他にも伝えたか。念のためお前たちにも。ボンジュー、参加者の諸君、メルキオルだよ。昨夜はちゃんと眠れたかい？僕は興奮してなかなか寝つけなかったよ。まあこんな朝早く連絡したのは別に挨拶のためじゃないけどね。警告も働いたし、すでに一部のものは知ってるみたいだけど、先ほどとある政府筋の特殊部隊がこのオラシオンに侵入を試みた。これは明確なルール違反だ。あとはわかるよね。あんな反応兵器が、なんちゃって。一応事情を知らないどこかのお偉い方が独断で送り込んだみたいでね。それでいきなりバーンっていうのはさすがにかわいそうだ。いろいろ準備した僕たちが。幸い監視システムもペナルティの形でのジャッジを下すにとどめたみたいだね。たった今全員排除されたみたいだし、今回は見逃してあげようかな。
てるな。アホが。予定が狂って早起きしちゃったのもあるし、ゲーム開始は正午ちょうどに送らせてあげるよ。そういうわけで本日もよろしく。目いっぱい楽しんで殺し合ってほしいかな。本来なら第2フェーズの開始時刻だが、正午に変更になった。昨日は寄れなかった東や北外区もある程度覗けそうだが、どうする？もちろんお付き合いします。 OSPG も出ていそうですし、おかげで睡眠時間は稼げたけど、明け方にあんな知らせがあるとはね。はい。ですが体を温める意味でもいろいろ回るのはいいかもしれません。元気だな。ま、確かに一理あるか。そっちのじいさんはともかく、アラサーにはきついんじゃねえのか。だから24だっつーの。ならば朝毛も済ませたし、出かけるとしようか。多分朝毛だよね。はい。では東と北の主要施設に 4SPG なる掲示板の場所と。朝からよくかかってくるな。今いい？ちょっと話がある。ハーキュリスの話か。それなら。いや、そっちじゃない。すでに CID から状況も聞いている。遺体は向こうで引き取ったそうだ。気の毒だが仕方あるまい。それとは別口で相談したいことがあってね。隙を見てギルドに来てくれると助かる。わかった。元より協力関係でもあるしな。サンクス。それじゃお願い。いつでもいいが、第2フェーズの開始前には頼むぞ。 P さんたちからですか？なんだか深刻な顔だったけど、どちらかというと晩餐個人に用事があるみたいでしたね。東外区と北外区を回りがてら顔を出してみるか。第2フェーズの準備も忘れないように進めるぞ。了解いたしました。それでは出発いたしましょう。番に個人的なっていうことと、あの二人だけっていうところだと、多分エレインにやっぱり事件の関係でやらかしてる感じじゃないかな。まあ、とりあえず次回はメインっぽいイベントの方を後回しにして、クエストとか、サブ的な部分から見ていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じで英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート133はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。